聞こえてるかい天使たちの声がギブのおしめを抱き流儀この番組は BNA 滋賀西京都北の提供でお送りさせていただいておりますはい、えー、こんばんは BNA ディレクターの清憶孝之ですさあ今日も始まりました FM オーツの看板番組ギブの流儀でございます 日曜日の夜にあこの人も BNI で頑張ってるなら自分も明日から頑張ろうと思ってもらえるような BNI メンバーによる BNI メンバーのマインドセットのための番組ですこの番組は BNI 東京都北の提供でお送りさせていただいておりますはい、えー、ということでね、えー、今日も日曜日の夜ということで皆さん今週もお疲れ様でございました、えー、どんな1週間だったでしょうかということでね、えー、私あのー 昨日、おとついですね、あのー、スペインから帰ってきましてね、あのー、BNI でですね、年に1回グローバルコンベンションというね、あのー、世界の BNI メンバーが集まる、まあ、祭典みたいなものがね、えー、ありまして、それが、あのー、今年はスペインで、ね、行われるということで、えー、スペインまで行ってきました。 もともとね、アメリカから始まってるので、b n i はずっとね、アメリカで、あのー、やってたんですけどねで、5年ぐらい前かな、5年ぐらい前から持ち回り、各国持ち回りでね、あのー、コンベンションを開催するということになってね、2018年はあのタイで、2019年が、えー、っとどこやったかな、ポーランドやな。 で2020年にコロナになりましてね、まあ、本来あのアメリカだったんですけどあの、マイアミやったんですけど、それがあの中止になりましてね、でその次の年が、えー去,年えー、去年か、えーがえー、どうやったかな、シンガポールやな。で、今年がスペインということで、まあ、自分自身あの、ポーランドからね、4年ぶりの海外ということでね、久々に行ってきましたよ。 えー、もう飛行機がねとにかく大変でねもう戦争をやってるでしょ、今、ソ連でだからそこの空が飛べないということで、あのーまあ、要は、どこの、あのー、空港を経由するかみたいなんですごいやっぱ時間がね変わってくるということで多分、ね、成田から、えー、マドリードまでの,その直行便というのが 今走ってるのがどうか、飛んでるのか分からないですけど、えーまあ、それでも、ね、14時間ぐらいかかるっていう、ねえー、感じで、僕はだから一旦、いったんマレーシアまで7時間で行って、でそこからドバイ7時間行って、でそこからマドリードにもっぺん7時間っていうね、合計で21時間、飛行,飛行機乗ってるだけで、ね、21時間かかってですね。 でその間はトランジットのちょっと時間があるじゃないですか。だからもうほぼ1日半ぐらいかけて、えー、行って、で3日、えー、現地にいてで、また1日半かけて、えー、日本に帰ってくるというね、まあまあな強行スケジュールでですね、えー、帰ってきましたということで、まあまあとりあえずね遠いわ。ヨーロッパはやっぱりねもう遠い。うんで もういろんなとこはもう痛なるし、ね、やっぱ腰も痛いし、足も痛いし、膝も痛いしね。えー、ちょっと五十一歳にはちょっと厳しいなとあのいうふうに思ってたんですけど、周りもっとお年の人もいっぱいいたけど、あのいやあのわかんないですよ。もうその日本からこう行っての僕らだけかもしれないし、ちょっとわかんないですけどね。うん、まあとにかくねあの結構な旅でございました。でも内容についてはね、えー、また来週の。 オープニングの時に話したいなというふうふに思うんですけどね、えーまあ、いろんなことが、ねえー、勉強になったというスペインの、ねえー、約1週間の旅でございましたということです。はいさあ今日はですね BNI のブルージャイアントチャプターのー、まあ、本業は美容師だと思うんですが、その上で、ね、脱毛サロンとかされている斎藤さんに来ていただいてますので、斎、えー、藤さん、よろしくお願いします。よろししくお願いいますはい まあ、斉藤さんとね、いろいろ、今日は投稿していきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、一旦 CM です。<MO> 新しいビジネスの獲得が可能になります。チームの仲間があなたを推薦してくれます。競合と競う必要がないビジネス環境。ビジネススキルを学ぶ機会。 そして一生の人脈滋賀西京都北で検索かわいいペットと一緒に花に囲まれて眠りたい野戸川の樹木葬幸福寺梅花園はそんな望みを叶えます永久に改装せず土に帰れる花と木に囲まれたお墓ですまずは滋賀樹木葬で検索 平穏な日常生活の中で急な雨漏れやお風呂トイレの不便を感じたらお父さん住宅修繕ですよ異常気象対応の大津建材センター077-537-3591077-537-361にお電話ください はい、えー、ギブの隆起です。この番組は BNI 市街地京都北の提供でお送りさせていただいております。はい、えー、ではね、改めまして、えー、今日は、えー、BNI のブルージャイアントチャプターからですね、斎、えー、藤さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。えー、っと、リットはい、リットです、す、えー、ちょっとどの辺か、まあ、ご本人の口から言ってもらうんですけど、<laughs> はいはい、リットを当たりて、美容室、はい を経営しされてると、はい、いうことなんですね。はい。はい、そうで BNA で,では、えー、脱毛、ビハダ脱毛という,脱毛いうカテゴリーでね、はい、入会されている斉藤さんです。まあ簡単な自己紹介をよろしくお願いいたします。はい。えっ、ー、と滋賀県立東市立東駅から徒歩三分ほどの駐車場も完備しているマンションのテナントでえっ、ー、と病室とで2階の一室で脱毛サロンを やっております大体、えっと、今まで開業して6年ぐらいになるんですけど BNI はまだ入会したてなんですがどうぞよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますまだ若いっすよねいやいや全然ですよ何歳これ37ですああということは31で独立はいまあまあでもええ感じですよね病死はだから19年とかああということはで ま、えそうです高卒で美容学校は通信で行きながら美容師になってるというはあはあ,、はあ、あしたかったんですか美容師をそうなんですよあの姉が6つ上にいて、うん、今一緒に働いてるんですけど、うん、あ姉<が>お姉さんと一緒にやってるのそうですそうです<ー>姉が美容師に先になって<あ>それを見て美容師を志しました、はい、へえお姉さんはどっかで勤めてたていうそうです最初大阪でずっっとやってはって 結婚してこっちに戻ってきて、はい、自分のまあ開業とタイミング合わせてみたいな感じで、はいはいはい、あれはイ姉は多分まだ子の子供のあれもありますし、ないてるんですけど、あの美容室のカテゴリーは、やる気はあると思うんですけど、るか <laughs> やる気はあると思うんですけど、多分時間が難しいかもしれないなです、ね。はいえ え滋賀県に住んでんの滋賀県守山に住んではるんやんん子供さんパートで勤務してくれてるのでまだ結構子供に手をかけてはるっていう感じ、ね、あまだお子さん小さいまあ4年生とかねそうめっちゃ小っちゃくはないんですけどもう手離れてるよね <laughs> <laughs> あそうっすかあいいですねなんかこう、まあ、きょ兄弟っていうか仲良くはい 経営してるっていうのはねなんか微笑まし、ね。いそうですねまさか一緒にできるとは自分らも思ってもなかったような感じだったんですけど。はいはいはい。はい、ねお姉さんも思ってなかったでしょうね。多分 <laughs> そうれと思います。うんまあなんかそうかだからお姉さん二人兄弟？はい。あそうすかお姉さんと弟とかやったら割とあれなのかもしれないね仲いいかもしれない、ね、そうですね逆やったらやばいんですよね。うちが逆なんですよ。お、はい、上が兄貴で下が妹で、はい、妹兄貴。 言うこと聞かなないいみただから兄貴も妹大嫌いみたいな <laughs>、まあまあ、そういう感じで今も、まあ、今25歳と、はいえー、20, 20歳かだからもうい今でもなんかそんな微妙な感じで,感じで、まあ、多分一緒に仕事するなんて絶対ないでしょうん、ねまあ,あのそんな感じの、ね、美容師美容室として6年間やって、はい、で最近 一人スタッフ雇用して、はい、脱毛サロンを始めました、うん、なのでまた4ヶ月ぐらいですけど、脱毛はうん、うん、どうですかまあ、まあ、おかげさまで BNI 入らせていただいて、うん、今までの客層とはやっぱ全然違うお客様が内部リファーラルとかでというのもあるんですけど、うん、違う感じにはなりました、ね、広がっていってるっていうイメージは確かにあります。うん、だから,だから お客さんをきれいにするという意味では、なんかこう、相乗効果というか、はい、そういうことが、まあ、例えば脱毛行って、あの美容室のお客さんになったり、はい、まあ逆もしかりはい、ね、そうですね、はい、ありますよね、はい、うん、男性はどうですか、お客さん、多いですか、最近。うちの美容室自体が、8割ぐらいがもう女性にしていたので,、はいはい、で、そこから脱毛にまず回してたんで、本当に脱毛の男性のお客さんは結構少ない状態だったんですけど、はい で、まあ、B. N. I. で、男性の方がちょっと増えてきたかなという。感じです、ねあ。あ B. N. I. メンバー行ってます。あ来てくださってます。あそうっすか。あのね、僕ね、だから、その、さっき言ったようにね。あの、飛行機乗ったじゃないですか。はい、で。やっぱりね、い、一日半飛行機乗ったら、当然、ヒゲ、生えるんですよ。うんはい、で、一緒に行ってた、あの、ディレクターの山下。は,は,はい、はい、はい。さんっていうのが。はい、全く生えてなかったんですね。おお<ー>。<で> <laughs> っ、えー、ったんって言ったら、いや僕、脱毛してるんで、かっこいいって言って、なんかちょっともやっとしましたね、脱毛って結局、別にええやんと、毎日ひげそったら、別にこと足りるじゃないですか、だから別にそんな必要性は僕も感じてなかったし、はいうん、と思ってたんですけどね、なんか便利。 生えてこないっていうのがねお肌も綺麗になりますからやってんの自分で僕はやってますまだ途中ですけど毛穴自体もな,なさそうですもんねあそうですなんほんまに毛穴がなくなるんでお肌が綺麗青,青くないもんね大体そうですねもう,う想像できひんぐらい毛濃かったんですけど、うん、えマジで いや、そんなに濃くはなかった。あ、ちょっと嘘ついてます、ね。<laughs> なんでちょっと嘘ついてます、ね。<laughs> すみません。すみません。想像できた。びっくりしたやん。すみません。うん、そうなんです。でも、本当に綺麗になりました。肌は。ニキビ跡とかもなくなりましたし。あ、そうですか。はい、あ、いや。なんかそれはね、すごく。今回のスペインで一番の、うん、まあ、衝撃っていうか。それが一番。<laughs> それが一番。<laughs> 生えててんんやんっていう僕らも、ほら剃ろうと思ったら別にトイレとかで剃れるんやけど、はい、まあそれもね面倒くさいしと思ってそうなんですよね、あそうすか、まあ、脱毛も始められて、はい、今はそのダブルでねルで始められてるわけですけどどうですかそのお、脱毛ってどれぐらいなんですか金,金額的に言うと。 金額例えばひげとか、部位によっても全然値段がちょっと変わってくるんですけど、うんうん、例えばひげ脱毛で、大体12回とか、1年クールぐらいなイメージで、大体6万円とかぐらいです、ねあ、そんな思ってるよ高くないですねだと思います、そのお店によっても違うと思うんですけど、うちはその価格帯で。うん、なるほど、はい、回数券みたいなのがあって、そうです自分でやるの、セルフ えっと、スタッフが、女性スタッフが最近、セルフのとこも結構あるもんね、多いですね,ねあそっちっちてやってくれるんです、ね、そうです、あ<ー>のセルフもやはりあの、すごく通いやすいと思うんですけど、うんまあ、パワーを安全面で抑えてる分、期間がかかるので、なるほどでうちはちゃんと修行をさせたスタッフがばっちりやってくれるんで、うん、短期間で、短期間ってことじゃないですけど、しっかりと効果が出るようにさせていただくというような形ですね。うん、なるほど,なるほどはい、はい いたしです新しいビジネスの獲得が可能になりますチームの仲間があなたを推薦してくれます競合と競う必要がないビジネス環境ビジネススキルを学ぶ機会そして一生の人脈を得ることができますそれ漫画にしましょう あなたの会社のサービスや商品を漫画にして楽しくわかりやすく宣伝しませんかウェブ、チラシ、パンフレットに使え、集客をお手伝いします。タンデムデザインで検索スイッチ入れたらパラダイス FM o ツミーマリコです。おかげさまで、2023年4月1日で開局5周年を迎えます。 これを記念して要望の多かった番組枠を個人向けに特別割引価格で販売しますあなたのご友人の声を FMO ーツで流すチャンスですオンエア時間は30分枠と15分枠です30分枠はなんと1回1万円からです自作番組を放送したい方がいらっしゃったら f m オーツをご紹介ください電波とインターネットで大津と世界に番組を届ける FMO ツからのお知らせでした。まああのー、今 新しい事業を始められたということなんですけどもともとお姉ちゃんが、ねはい、美容室をやってたんで、うん、まあ自分もやろうとしたということなんですけど、はい、うーんそれがもう志したきっかけそうですね、なんか僕が中1のときにはもう姉があの大阪に住み込みで美容師に行ったので。あ結構だから都市が そうなんです6つ離れてああいい感じで離れてるんですねちょっとそのやっぱかっこよく映ったっていうのが大きなところかもしれない中学生ぐらいから働くなら美容師やなみたいな感じで、えー、はい。そうなんですか、はい、お,お姉ちゃんが割とほならか,、うん、かっこよかったん、ね、なんかそうですその時はなんかやっぱり僕ら田舎からその都会の大阪に切りに行ったりとかした時にもう一、ん、度、うん、道も分からん状態でこう 行ったらすごく都会的でかっこよくやっぱ見えましたねその時うんなるほどなるほどでえっともう高校卒業して、はい、で美容師の学校行った、えっと、もうそのまま美容室に就職してあもう就職したんですかはい当時インターンではないですけど<ー>その休みの日とかに通信で美容学校に行くっていう制度があったので、うん、そちらを利用して、うん、もう 就職しながら、休みみの日に学校行ってそんな方うが早いよ、でもまあどっちしてもい、いかなあかんねん、基本的には、美容学校卒業資格があれば、えー、と国家資格が受けれるので、うん、2>, 2年行ってからあ、通信じゃない場合は2年なんですけど、うん、通信で3年の場合だと、現場経験が早いので、スタイリストデビューとかは通信の方が。 早くできます。うん、やっぱ現場が早いんで。あ、そうっすかうか。はい。まあ、僕の、あの。えっと、高校の同級生で。はい。僕サッカーやってたんですけど、はい、サ、サッカー部の。仲間が。あの高、こ高校卒業してすぐに。どっか三菱か、どっかに就職して。うん、はい。で。なんか。面白くなかったんでしょうね。でも、急にやめ。 俺、美容室、美容師になるわと思って、ねうん、で美容師に同じように、ね、どっかに就,就職っていうかし修業に行ってはい、はい、でそのまま今も独立してやってますねそこに行って髪切ってもらってるんですけどそう思ったら、まあ、僕の母親も美容師なんですよそうなんですよ。 で僕家帰ったらだから美容室やったんですよえ<ー>家がはいはい、うん、だから家帰ったらお客さん母親がお客さんの髪の毛洗ったり髪の毛パーマしたり、はい、いうところをこ通って家に帰ってたっていうええ<ー>、はい、いいですねなんかいいんかな何かいい感じがしますね <laughs> <laughs> はいだから何が良かったかというと、はい、その家が 美容室やからあの風呂上がりとか困らなかったんですよ、はい、ドライヤーがあったり、鏡もでかいし、そうですねなんかあの全部揃ってるじゃないですか、はいはい、だからそれが普通やと思ったんですけど、うんうん、全然普通じゃなかったっう <laughs> そうで、すね狭いなみたいな感はい、はい あのカーカス、窓もちょっと、はい、鏡もちょっと小さいし、うん、普通はね、あんなでかないしね、椅子もないですし、だから、すごい、そんな,なつ美容室って美、美容師っていうと、なんかこう、すごく親近感があるというか、うん、けど僕は母親とか見てなり、逆にあんまりなりたいと思わなかったというか、あそうですか、うんあの、休みないでしょ、なかなか。まあ確かに ああそうかもしれません、そうそうほんで、割と大みそかまで働いてたんですよ、うん、うちの、もう僕らもその成り立ての時はそんな感じだったんですけども、もうん、めるという文化に、まあ、なってますよね、昔はね、だから、大みそかのなんかね、6時とか7時ぐらいまでずっと働いてたんですよね。うんうん、た多分やっってる店がなかかたしか 正月にこう綺麗にこう髪の毛を整えるセットして、うん、新年迎えるみたいなそんな感じの人がいたんだと思うんですけど、はい、だから大みそってあの必ず昔ってレコード大賞っていうのがあって、うん、その後に「紅白歌合戦やった、ね」って言わはい。だからレコード大賞あるぐらいまで働いてました<ー>働いてたっていうなんか、ね、そんなイメージがあるんですけどはい、はい、今はだからそんな長時間労働とかやってたら ダメですもんねなんかまあそうですねでも多分長めは長めかもしれないですけど<ー>大晦日とかはもう休んでるお店がほとんどだと思いますねあ予約制ですかうちはい予約制です休みは休みは月曜日月曜日のみでのみはいブラックやな <laughs> そうなんですよ <laughs> 労働時間もめちゃくちゃ長いですよえ,えっとお,お姉さんと二人 美容室はそ2人で、脱毛はまた別のスタッフ、それやったらいいか、そのも、もうパートナーで5時上がりとか、あそうなんや、今、店開けてきてるんですか、店ははいスタッフが、脱毛と美容室で稼働してくれてますあそうなんですか、今は予約制予約制です、僕、だから次、時間で予約切ってるんで、帰ってから予約が入ってるみたいな、入ってるみたいな、まあ、でも、その方がいいっすよね。 なんかお客さん待ってたら、その分、無駄な時間ですもんね、まあそうですね、うん、休みも取りにくいですし、うん、やっぱ予約制がやっぱ浸透してきたんやなっていう、僕が行ってるその友達の美,あの美容室は、それが逆に嫌やっていうんですよ、分からないですけど、はいその、なんでなんでしょうね、予約,、ね、予約受け付けないんですよ。<laughs> そうなんですかはい 順番でやるみたああそうかうんたまに行ったらもう今日無理とか言われるんです <laughs> 悲しいですね悲しいですよだから予約制にしたねのにこっちはね <laughs> そういうふうに思ってるんですけど、はい、はいはいなんかそれが嫌なん嫌やっていんへえ<ー>いやわからんそのキャンセルとかそういう人がいいのかちょっとわからんんだけどどうなんでしょう、まあ、確かにそのキャンセルする方も いいらっししゃるかもしれないですけどだんだんなんかキャンセルしたら次取れへんしみたいな感じで結構、美容院の予定を優先してくださる方が増えているような,なんか印象ではありますけど、ね、なるほどね、うんまあ、でも、そう思ったらあの髪の毛絶対入ってくるしほんで、まあ、僕らも美容室あんま買えないですもんね、もうそうです、ね、いっぺん行ったら面倒くさいじゃないですか、同、はい、じこと聞かれるし。はい、<laughs> も,うもうえっと 中年と思ってますよお客さんは多分そうですよね、はい、履歴書渡そうかっていうぐらいいろんなこと聞かれるじゃないですか <laughs> はいはい、うん、だからあのー、そうなんですよね、はい、だからもうある程度こうやれるねそのキャパみたいなのがこうき決まってるそうですし、ねはい、ある程度だから売り上げもなんていうのこう見,えて見えるっていうか 最高が、ね、おっしゃる通りですそれはなんかこう、そこを突破したいみたいなまずでも、とりあえず、そうですね、作体みたいなのをずっと追ってたんですけど、うん、あもうこれは限界やな、これ以上、もう夜とかもめっちゃ遅くまでやって、これ以上は無理やなってなって、うんでまあ、脱毛事業を始めて、新規の単価もちょっと上げていったりとか、そういったのはしてましたけど、うん、もうあとは。 そんなになんかもう売り上げ、売り上げっていう感じはないかもしれないですうんうんもうそれを追いかけても、もう切りがもうね、ないじゃないよね、もう限界があると思うから、はいうん、何取るかですよね、結婚し,、はい、結婚してるんでしょっととついいたんんんでですすすかません大丈夫ちゃんと あの仲良くやってる感じですよね、そっちもやっぱり優先していかないといけないそうです、ね、わけじゃないですかね、の多分ね、これからもこう美容室とか、まあ、あるいはこう脱毛サロンとか、まあ、美容系の,その仕事ってやっぱなくならないと思うから、はいあのー、そうやって独立する人が、独立したいとかね、はい、まあ店持ちたいとか。うん そういう人が。い、いはると思うんですよ。実際に。はい、はい。そういう人に対して。はい。なんていうか、その。いいよというのか。うんうん。いや、もうこれからはちょっと。あんまり。やめといた方がいいんちゃう。って。思うのか。どうなんですか。その辺は。まあ、僕。完全個人的なあれにはなるんですけど。うん 僕はいいい,いと思いますあなんでなんですか、それは。なんか、だいぶやっぱり新規のお客様とかが減ってきてるので、うん、大型店とかを出すのは結構厳しくなってきてるかなと思うんですけど、個人でやったら、お客様とのこう、チェーン店とかだと何分で切れみたいなのが決まってたりとか、<ー>お客様をこう掛け持ちして、はい、こう僕らやったら15分とかでこう。 スタッフを使いながらやったりするんですけど、うん、今、自分はこうマンツーマンで最初からこう最後までやってるんでなんかしっかりお客さんとその時間内こう向き合えるというか、うん、チェーン店とはまた違う、うん、あの仕事の仕方になるので自分はそっちの方が、うん、美容師の楽しさは味わえるんじゃないかなと思ってますもともと当然、どっかで修行、はい、1>, 1店舗で修行して。 えっと、会社は2社,2社行ったんですけど支店持ってたので、うん、大体4店舗かぐらいはお店としては回ってましたけど会社としては 2, 2>, 2, 個です2個なんですけど店舗は4店舗ぐらい回ったんですね結構なお客さんも相手してそうですね、うん、なるほどなるほど、まあ、そこで、えー、ある程度お客さんがつくとか、はい、そういうことですかはい、うん まあそのお客さんをこう今度、独立するんで、うんあの、っていう、そういう感じ、そうなんです、ねまあそこがまあちょっと、グレーというか、うん、そうですね、<laughs> まあ、どの業界も一緒じゃないですか、そ,すね、そ,のそんなことしたらあかんでっていう会社もあれば、別に自分のお客さんは、はい、持っていってなっていうところもあるんですけど。基本前言ったところは、まあ ダメでそのお店オープンするのもその、何キロ圏内外してとか、そういう一応、縛りがあって、僕らでもホームページとか作ってたんで、うん、よかったらな検索してみてくださいみたいな投げ方で一応、アプローチは。軽く <laughs>、はいがっつり 軽く、なるほどね、そうしちゃわないですよね、お世話にはなってるんで、難しい、わかるわかる、それはめっちゃわかりますね、結局、ほなら美容室を開業するのに、ぶっちゃけいくらかかったんかっていうことを聞きたいんですけど、教えてもらっていいですか、教えてもらっても大教えられます 大丈夫です。これピーとか入るですか？あの編集入るかわかんないですけど、あのただ今今日時間なくなったんで、来週もっぺん来ていただいて、ぶっちゃけどれぐらいかかるか言っていただいて、来週まで考えてそれで。そんな大したあれじゃないんですけど、よろいいですか？はいはいじゃあよろしくお願いします。はい。 さあいかがだったでしょうか、気分の流儀、今週お疲れ様でした、来週も気分発いの精神で頑張りましょう。ではおやすみなさい